かかけろ未来へをお送りしました。次の曲に入る前にここで警察音楽隊からお知らせということで演奏会の宣伝を少しさせてください。私たち警察音楽隊毎年秋頃に演奏会を開催しておりまして、今年は八戸市で開催いたします。普段お届けしている演奏演技はもちろん、ステージ上でさまざまなフォーメーションを作りながら演奏するステージドリルも披露します。また今年は八戸市立第二中学校吹奏楽部、そして八戸市立長者中学校吹奏楽部の皆さんにも参上出演していただく予定で、盛りだくさんな内容となっております。開催日時についてですが、令和6年11月16日土曜日午後1時30分から、場所は八戸市公会堂です。入場は無料なんですけれども、はがきまたはインターネットで事前の申し込みが必要となっております。詳細については県警公式ホームページまたは今こちらにも掲載しておりますけれども、ポスターにも書いておりますので、ぜひそちらご覧ください。申し込み締め切りは10月11日金曜日、はがきでお申し込みの方は必着となっておりますのでご注意ください。また本日今パラガード隊立っているところですね、ちょうどに、特設コーナー設けておりまして、演奏会の申し込みこちらでも受付しております。興味のある方ぜひぜひお申し込みいただければと思いますので、よろしくお願いします。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。以上、演奏会のお知らせでした。